あ、本当だ。え、めっちゃ毛が。やったらこんなように。燃えてるペットボトルだとメッキがしにくくなっちゃうので、前処理した後のペットボトルでも水をたくさん入れておきます。アスコロビン酸を 2g 取ります。アスコロビン酸って何のこと？ビタミン C のことです。じゃあ取ります。これを中に入れるためにまず水を捨てます。水を捨ててきたペットボトルの中にアスコロビン酸を均等にまぶすようにして入れます。できるかな？斜めにね。こうして回しながらやっていいよ。そう。そうそうそう。OK です。このままではなくて。このままじゃなくて、冷蔵庫に冷蔵しておきます。はいはい、この3つの試薬を使います。1つは、チオ硫酸ナトリウムで、もう1つが亜硫酸ナトリウムで、もう1つが塩化アンモニウム。この3つを使っていきます。さっきの3つの薬品をこの中に入れて混ぜていきます。純水をこれに加えます。この試薬を溶かします。エレガントに回していきます。こっちのちっちゃい三角フラスコに4等分していきます。正確に4等分にしていきます。4等分したのを冷蔵していきます。塩化金酸という試薬を使っていきます。黄色い結晶です。これはとても高価なので慎重に扱っていきます。こっちに、4等分します。塩化金酸を純水で溶かしていきます。振って溶かしていきます。これも冷蔵していきます。先ほどの3種類の薬品を混ぜた魚剤を冷やしながら、こちらの塩化金酸を入れていきます。加えていきます。中までですか？水酸化ナトリウムを加えていきます。はい、ゆっくり。先ほどの冷やしておいたペットボトルの中にこちらを加えていきます。なるべく温まらないように雑巾でここを持って振っていきます。上の方、本当だ、上からなってるんで、あ、すごい、めっちゃ綺麗。ちょっと冷やしてみるかな。え、めっちゃ毛が変わった。すげえ、すごい待ってきた。すごい、無事できた。もう少し、もう一押し。5分くらいやったらこんなように金メッキがペットボトルにつきました。中身を捨てます。軽く洗浄するぐらいです。はい、軽く逆さにして乾かします。これを光をかざしてみると、透過光といって青い光で見えます。青っぽく見えました。なんか変なこと、乾燥ぐらい、何かさ、乾燥ゴージャスなペットボトルができて嬉しいです。